はいはい、星に。不慮の事故や殺人によって命を落とした者が訪れる謎空間恨みの門を管理しているメインヒロインの番人であるいずこがそこにガメをべらしてきた人族にガメをべらした後の様子を見せてから、死を受け入れて、天国で再生を待つかなま、死を受け入れず、現世で彷徨い続ける家業、現世の人間を一人呪い殺し、地獄へ行く火星、の選択肢を与えて、どれか一つ、選んで寝をする漫画。とてもネタを作りやすい基盤に出来上がっているしドラマ化しやすい作品なのでドラマ化した作品。あえて言うなら2020年だとこの設定は流行しないんじゃないかと思う。理由は誰かに恨まれて殺された人族が、仮にお前も道連れにしてやるわってやっても結局お前、ダメをべらしたままやん、ってなるからなので、これだと読者はモヤモヤしてしまうので。なので2020年においておすすめの方法は、クズとかに胸糞にガメをべらさせられてしまった人族が24時間の猶予をもらってクズをぶっ殺して、そのクズの生命力を吸収して復活するとかそんな感じのネタに仕上げると読者はカタルシスの解放に成功してザマーや因果応報の気持ちを与えられるからおすすめだと思う。今の世の中はなるべく単純化して、徹底的にクズを殺したりした方がコンテンツとして求められていると思われるので。